シャンティリーの戦いは、南北戦争の1862年9月1日、バージニア州フェアファックス郡で行われた戦いであり、北バージニア方面作戦を終わらせるものとなった。8月30日の第二次ブルランの戦いで、敗北した北軍のジョン・ポープ少将は、そのバージニア軍に、バージニア州、センタービルまでの撤退を命じた。この移動は暗くなってから行われ、 アービン・マクドウェル少将の第三軍団が伝軍を務めた。この軍隊はブルランを渡り、最後の部隊となったフランツ・シーゲルの第一軍団が、そこの石橋を破壊した。南軍ドバートイーリー将軍は、その北バージニア軍が2週間もほとんど、休みなく行軍し、さらに3日間近くの戦闘を行ったために、 疲れていることが分かっていたので、その日に得た戦果を追求しないことにしたために、北軍の退却に支障がなかった。リーの決断によって、北軍ナッサニエル・バンクス少将のバージニア軍、第二軍団も、軍師長隊を守っていたブリストを駅から降軍して、ポープ軍本隊に合流することができた。さらに重要なことは、北軍の半島方面作戦から戻ってきた。 ポトマック軍59軍団と第6軍団を全面に押し出す時間ができ、また、ポトマック軍指揮官、ジョージ・マクレラン少将にとっては面白くないことに、それらがポープの指揮下に入った。8月31日の朝までに、ポープはその軍隊の指揮系統を掌握しきれていないように見えた。第2次ブルランの戦いでの敗北は、ポープの神経を粉々にし、次に、 何をすべきかが分かっていなかった。ワシントン政府は攻撃を望んでいることを知っていたが、リーが先に攻撃を仕掛けてきて、自軍が再び戦えるようになる前に粉砕しに来ることを恐れた。センタービルに置いた作戦本部で、以前この作戦中には気乗りせず、開こうとしなかった軍団長を集めての作戦会議を開き、ワシントンの防御線の中に、 さらに交代するという決定に同意した。しかし、総司令官ヘンリー・ハレックからの伝言は攻撃を指示しており、ポープはマナサスの戦場にいるリー軍に向けて前進を命令した。しかし、リーはすでにその作戦に移っており、ポープから攻撃の主体性を奪おうとしていた。ストーンウォール・ジャクソン少将にはポープ軍の右手に回り込み、センタービルにいる。 北軍陣地の後方に回るよう指示した。同案内と道を遮る北軍の軍隊を偵察するのは J.E.B. スチュアート少将の南軍機兵隊が担当した。ジェームズ・ロング・ストリート少将の部隊はその日その場所に止まってリーゼン軍が北軍の前にいるとポープに信じ込ませ、その間にジャクソン隊が北から東へと回り込み、 戦略的に重要なジャーマンタウンを取る予定だった。そこは、ポープ軍にとって二つしかないワシントンへの道、ウォーレントンパイクとリトルリバーターンパイクが集合するところだった。ジャクソン隊は空腹で疲れており、ゆるり動いて、センタービルの北東3マイルのプレザント渓谷で、やえした。 ポープは8月31日の夜になって、やっと落ち着いたところだったので、リー軍が側面に回り込もうとしていることに気づかなかった。夜の間に2つの出来事が起こって、ポープの考えを変えさせることになった。副官の一人がジャーマンタウンの陣地から戻り、騎兵の大きな部隊が交差点を砲撃してから撤退したと報告した。リーやスチュアートにとって幸運だったことに、 ポープはこの機兵隊を偵察以上のものではないと見過ごした。しかし数時間後に二人の北軍機兵が不評の大部隊がリトルリバーターンパイクを東に進んでいるのを見たと報告したとき、ポープは自軍が危険にさらされていると認識した。ポープは攻撃準備の命令を取り消し、センタービルからワシントンに向けての撤退を指示した。また撤退中に、 リー軍がやってきそうな道路には、不評の偵察隊を派遣した。戦闘の地図9月1日の朝、ポープは、エドウィン・ v サムナー少将に一個旅団を、北の偵察に送るよう命令した。この軍隊の騎兵隊は、偵察任務でひどく消耗していた。しかし同時に、ワシントンに向け態度を継続し、マクドウェルの軍団を、ジャーマンタウンに送って、 軍隊が撤退するために必要な交差点を抑えられるはずだった。また、アイザック・スティーブンス准将の指揮で、ジェシー・リーリの少々敗下第9軍団のニコリョ団を派遣して、ジャクソン隊を止めさせようとした。フィリップ・カーニー少将の師団がその日の午後、後を追った。ジャクソン隊は南への行軍を再開したが、兵士は疲れ空腹だったので、雨が続く中、 進行ははかばかしくなかった。ジャクソン隊は3マイルだけ進み、シャンティリープランテーションの南東にあるオックスヒルを占領し、そこで午後3時にスティーブンスの3個旅団と遭遇した。スティーブンスは数では負けていたものの、南軍の中央にいるアレクサンダー・ロートン巡将の師団に対して草地の野原を横切って攻撃することを選んだ。北軍の攻撃は、 はじめのうち成功し、一個旅団を改装させたの、旅団側面を攻撃したが、ジュバル・アリー旅団の反撃で後退させられた。スティーブンスは、この戦闘中の午後5時頃、米紙を貫通する銃弾で戦死した。カーニーがその師団と共にこの頃に戦場に到着し、スティーブンス隊の左翼に、デイビッド・ B ・バーニーの旅団を廃止、攻撃を命令した。バーニーは、 なんとか南軍の前線近くまで接近したが、A、AP ヒルの師団と白兵戦になって止められた。カーニーは、この戦闘中に誤って、南軍の前線に馬で乗り入れ殺された。カーニー配下の他のニコ旅団が戦場に到着し、バーニーは農園の南側に撤退して、戦闘を終わらせた。その夜、ロングストリート隊が、 ジャクソン隊の救援と翌朝攻撃を再開するために到着した。北軍はその夜、ジャーマンタウンとフェアファックスコートハウスまで撤退した。この戦いは戦術的に引き分けたが、ジャクソン隊の迂回運動が失敗し、北軍の退却路を遮って、ポープ軍を潰すという作戦は実行できなかった。北軍の用となる二人の将軍が戦死した。ポープは、 この攻撃で自軍に対する危険が続いていることを示していると認識し、ワシントン DC 周辺の防御施設の内側への撤退を続けた。ポープ軍がバージニア州から出ていった後で、リーはアンティータムの戦いを含むメリーランド方面作戦を開始した。ジョージ・マクレラン少将が指揮するポトマック軍は別の軍隊として解体されたポープのバージニア軍の部隊を、 吸収した。オックスヒル戦上公園のスティーブンスとカーニーの石踏みこの戦上跡図っては農地であり、今はフェアファックス市の郊外開発に囲まれている。現代の大通り、アメリカ国道5 5線と修道7100号線が戦上跡近くで交差する。オックスヒル戦上公園は4.8エーカーの広さがあり、フェアファックスタウンセンター商業地区に隣接し、 戦場跡を含んでいる。この公園は、フェアファックス軍公園管理局の管轄下にある。2005年1月、管理局はこの史跡の詳細な歴史と将来の管理の枠組みを設定する総合管理計画と概念的開発計画を承認した。ありがとうございます。